MTD は、MTD の略で、αβ 法やネガスクアウトよりも、効率の良いミニマックス法アルゴリズムの一種である。MTD は、ミニマックス値を見積もった値 F から、ヌルウィンドウサーチを何度も繰り返すことで、実際のミニマックス値に向けて近づいていく、探索法である。ミニマックス値が見つかると、再び、ヌルウィンドウサーチを行っても同じ値が返るようになるので、 これを探索の終了条件とする。以下に、MTD の疑似コードを示す。ノード、探索開始ノード。F、ミニマックス値を見積もった値。デプス、探索の最大深さ。ファンクション MTDF。G イコール F。アッパーバウンドイコール。ラウアーバウンドイコール。ホワイル。If、ベータイコール G1。Else、ベータイコール G。 地下に表付きアルファベータ法で、ヌルウィンドウサーチを行う。G イコール,アルファベタウイスメモリー。If、アッパーバウンドイコール G。Else、ラウアーバウンドイコール G。リターン g ゼロウィンドウサーチとも、アルファベータ法や、それを改良した探索法におけるアルファとベータの、幅をウィンドウといい、この幅をヌルにして行う探索を、ヌルウィンドウサーチという。 十分広い探索窓を設定して探索をすれば帰る値はミニマックス値であるが狭い探索窓を設定して探索をするとミニマックス値がその範囲内にない場合探索窓の上限値以上の評価値が帰ることがあるこの状態をフェールハイと言いこれはミニマックス値がその評価値以上であることを示しているまた 同様に探索窓の下限値以下の評価値が変えることもある。この状態をフェールローと言い、こちらはミニマックス値がその評価値以下であることを示している。つまり、ヌルウィンドウサーチを行えばミニマックス値の存在範囲を知ることができる。このような探索は MTD だけでなくネガスクアウトポーでも使われている。MTD はその性質上、 何度も同じ濃度を展開するので効率改善のために置換表付き αβ 法が用いられる。置換表に前回の計算結果を保持しておくことで最短索時の計算を削減することができる。以下に置換表付き αβ 法の疑似行動を示す。濃度、探索濃度。α、探索濃度評価値の下限値。β、探索濃度評価値の上限値。 depth, 探索の最大深さ。function, alphabet, with memory. 地下2表に前回の計算結果があれば利用する。if, lower bound, イコールテーブル get lower bound.if, fail high.deturn lower bound, cut.upper bound, イコールテーブル get upper bound.if, fail low.deturn upper bound, cut. 探索窓を狭められることがある。α イコールマックス。β イコール min。if、現在の濃度を評価する。g イコールエバリュエイト。else、濃度エクスパンドチャイルドの図イフノズ。if、濃度が自分の濃度。この濃度を探索し最大値を得る。g イコール、a イコール α ル。ホワイル、イコールヌル、g イコールマックス。 if, fail, h i g h ミニマックス値は g 以上なので g を加減値として地下表に登録する。テーブルストーラアーバウンドリ e t u r n g, cut.a イコール max.else, ノードが相手のノード。このノードを探索し最小値を得る。g、B、While. イコール ,b イコール β.while, イールヌ g イ min.if, fail, low. ミニマックス値は G 以下なので G を上限値として痴漢表に登録する。テーブルストーラーパーバウンド、リターン G、カット、B イコールミン。α、G、ベータの場合、ヌルウィンドウサーチの場合に、ここが実行されることはない。テーブルストーラーパーバウンド、テーブルストーラーバウンド、リターン G。MTD は、 チェスなどのゲームにおいてネガスクアウトポーなどの探索アルゴリズムよりも探索の度数が少なくて済むことが示されている。しかし、地下表に強く依存することや探索の非安定性などの問題が存在するので、現在のチェスプログラムではネガスクアウトポーも未だに広く使われている。ありがとうございます。